こんにちは。今日もポケモンランクマッチ潜っていこうと思います。今日使っていくポケモンなんですけど、ウェイニバルですね。こいつ使っていこうと思います。で、こいつのタイプが、まあ、水格闘タイプとなってまして、今回テラスタイプは水で採用してます。でね、今回ね、なんとね、持ち物突撃ジョッキで採用してます。こいつを持たせることで、C252 ぶりのハバカミのムーンホースだったり、まあ、草テラス切った鉄の毒牙のエナジーボールだったり、まあもちろんね、鉄の包みのフリーズドライとかも耐えてくれるんで、こいつね結構ね、突撃チョッキと相性いいかなと思いまして、今回突撃チョッキで採用してます。はい、で覚えてる技なんですけど、アクアブレイク、インファイト、アクアステップ、アクアジェットとなってます。はい、で、努力値調整なんですけど、今回陽気で採用してまして、まあもちろん攻撃は250に振ってまして、で、素早さをですね、アクアステップ1積みで、まあ、鉄の包み最速を抜けるような調整にしてます。なんで、素早さに164振ってまして、まあ、残りを HP に68振って、で、特防に20振って、防御に4振ってる感じですね。まあ、これで先ほど申しました通り、まあ、C252 ぶりのハバカミのムーンホースだったり、鉄の毒牙のエナジーボールとかを、直帰込みで耐えてくれるんで、まあね、いい感じに働いてくれるんじゃないかなと思ってます。で、まあ特性はもちろん夢特性の自信過剰ですね。まあ相手を倒すたびに A が上がるよっていうぶっ壊れ特性です。僕こいつ今まで使ってなかったんですけど、相手にするとめちゃくちゃ強くて、普通にアクアステップで素早さ上げられて自信過剰で A が上がったら、こいつマジで止まんなくないですか？なんでちょっと僕も使ってみたいなと思って育成してみたんですけど、ハマとかが多いんすかね。まあ、ほんとね、なんか直帰とかも全然ありだなって思ってるんで、まあ、今日はね、こいつを使って暴れていきたいと思います。それでは対戦の方へ、どうぞ。はい、対戦相手見つかりました。相手がパオジアンドクが、サーフ号鉄の包み、チェオンジェン、イルカマン。まあ、イルカマンきついけど、これ、ウェイニバルめちゃくちゃ通り良くないっすか？なんで、ウェイニバル投げて、まあ、チェオンジェンが来たら、これ、あれか、毒ガチェオンジェンみたいな感じなのかな？毒ガチェオンジェン、イルカマンみたいな、そういう時空なパーティーなのかな？まあ、ちょっと、となんか毒牙で毒菱巻かれたりするの嫌だし、まあキラフロールで毒菱回収班として連れてって、まあラスイチはこの夜猿とかでいいんじゃないですか。うん、まあほんとなんかイルカマンチェオンジェンがちょっときついぐらいで、その他に対してはね、めっぽうウェイニバル刺さってるから、これは動けるんじゃないですかねえ。パオジアンから入ってくれば、全然全然いいよ。まあ、ここは、とりあえずアクアステップさえしちゃえば次上から動けるから、まあ、とりあえずアクアステップから入っていきますか。まあ、格闘技を警戒するんだったらなかなかチェオンジェンには引きにくいと思うけどな。引いてくるんだ。マジか。まあ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 。ここでじゃあテラスを切ってくるのかな？うん。まあ、全然ね、直帰だからね、まあ、毒牙だったり、まあ、サーフウォーとかが裏にいたときに、全然対面から殴っていけるから、まあ、とりあえずキラフロール投げますか。なんかここでフェアリーテラスとか切ってくれたら美味しいしね。毒テラスだけはマジでやめてほしい、本当に。頼む。いやー、テラス切らないのか。マジか。じゃあ、インファ打てばよかったなって感じなんすけど。いや、ガチか。まあ、ヘドバック打っていきますか。え、マジで毒テラスだけは本当にやめてほしい。サフゴがいるんだったらサフゴバックでいいもんな、相手。いや、マジか、ここテラスタル切ってこないのか。包みなの？え、包みは飛ぶけど大丈夫？いや、でかすぎる。毒レ、毒レ、3割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 。ナイス。まあ、30% だからね、これは。ポケモンの 30% はもう 50% なんですよ。
いや、でかすぎる。さすがに、でも、パオジアンから入ってきた場合は、毒化粧で毒負けるから、まあ別に、それでね、チェオンジュに毒が入るから。まあヘドバク打って切っていきますか。なんか変に研埋されたりするの嫌だしな。うん。ナイス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 。オッケー。噛み砕く。うん、これで毒ビシ負けたからチェオンジェに毒が入るかな。でかいっすね。で、これでウェーニバルでもっかいアクアステップから入って、うん。素早さをとりあえず逆転して、まあさすがに変えるか。あ、でも毒入るからね。ここはさすがにもうインファイト打つしかないかな。素早さ上げました。いや、毒入ってるのが結構でかいな。まあでもさすがにインファイト打つしかねえよな、これ。オッケー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 。でかすぎる。ヤドリギ、ヤドリギは全然いいかな。もしかしてこの人ウェイニバルが格闘タイプ持ってるってことを知らなかったパティーンですか。なことないよね。でも、チェオンジェンにテラスタル、切りたくないっすか、普通。ヤドリギチューチューされたところで、まあ、ここはもうインファイトで、していきますか、守る。ここどうなんだろう、テラス切ってくんのかな。まあ、切られても裏がこの世猿だから、まあ、なんとかなるか。なんで素直にインファイト打っていけばいいかな。やっぱこのポケモン分かってても強いよな、ウェーニバル。普通にアクアステップって技がチート級に強いし。いや、切りづらいでしょう、もうこんだけ HP 減っちゃったら、テラスタルは。いや、切りづらいと思う。やっぱ悩んでるな。だよね。オッケー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 。これで自信過剰で A が上がるから、うん。まあ、アクアジェット打って、って切りでもいいんだけど、結局毒ビシ負けてるからタスキはね剥がせるわけだから、まあ、うん、アクアブレイクでも打って切っていきますか。不意打ち打ってくるかな。テラスタル、何テラスなんだろう。なんか最近フェアリーが多いらしいよな。ゴーストか。おー。ゴーストだったら、裏のこの腕、あれ抜けてないの？エスカーフってこと？え？エスカーフパオジアンってこと？これ。マジか。まあ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 、まあいいや。まあ、こっちもね、テラスタル残ってるんで、まあ、さすがにね、インドで押していったら勝ちなんじゃないですか。え、スカーフパオジアンとか、初めて見たわ。なんか、いるにはいるって聞いたことあるんだけど。でも、これ危なかったな。ラス1この世対面になってたら、俺多分、ドレチから入ってたと思うから、いや、これはウェーニバルがしっかりあのチェオンジェンを突破してくれたのがでかかったっすかね。オッケー。いやー、ちょっとスカーフがちょっとびっくりしたな。オッケー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 。
はい、対戦相手見つかりました。海流ヘイラッシャ、パオジャンディンルー、パパカミ録画。これちょっと海流ヘイラッシャはきついけど、それ以外に対してめちゃくちゃウェーニバル通りがいいから、これ投げたいな。ウェーニバルから入るか。これなんか最近ヘイラッシャまた増えたよね。ヘイラッシャいるからキラフロルかハバカミ連れて行きたいけど、まあこれはハバカミ連れて行こうかな。ラスイチュはそうだな、まあこのヨザルとか連れてっとったらなんとかなりそうだし、このヨザル連れてっときますか。なんだこれ、タオジアンか。どっちなんだろうな。ディンルーヘイラッシャっているからね、ヘイラッシャの方が投げたいのかな。まあアクアステップとりあえず打ちますか。ヘイラッシャかな、ヘイラッシャっぽいな。はいはいはい、まあ、ここは、まあ、あくびとか、打ってくるターンだと思うから、まあ、インファイト打ち得だから、インファイト打っときましょうか。ゴリゴリの HB 特化だな、これ。しわれ。ほー、怖いことするじゃん。でも残飯持ってるから眠れとかはなさそうやけどな。交換してここさえ避ければアドだから、一旦ハバカミに変えるか。うん、もう一回避けたらめちゃくちゃアド取れるから、頼む避けろ。まあ地荒れはもう当たんないから、みんなね、地割れは弱者でしょ。オゲイ、いやマジ怖え。こんまんま地割れ連動してくれないかな。まあ、一旦身代わりをちらつかせることでもう地割れは絶対打てなくなると思うかな。あくび持ってないんかなこれ。技構成何なんだろう。エブタ、偉いな。ここはウェブタなんだ。まあまあまあ、反動ダメージ跳ねるからね。このヘイラッシャさえどかせれば、多分ウェーニバルが結構通りがいいと思うかな。多分ウーフォース打っていきますか。あんまりし、てか C ダウンは関係ないか。OK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 。がっつり耐久に振ってるからね。まあ、ゴリゴリの HB 特化だったから、さすがに特殊方面はペラペラだったね。OK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 。あくび残ったんかな、あくびを押したくならん普通。これはなんだ、パオシアンか。あ、不意打ちないしはつぶて打ちに来たよみたいな感じか。交換してつぶてだった時とかがバカらしいから、もうムーンホ打って切っていくか。本当につぶてだったし。まあこれもアクアステップから入ってみたいな感じでいくかな。ワンチャン毒画とかなんじゃないかこれ。裏海流じゃなさそうじゃない。つぶて鉢巻きなんだ。へえなるほど。だって海流だったら引けるもんね、ここ。だからハバカビかどっちかでしょ、これは。
まあアクアステップ打って切っていきますか。でこれで地震化場も入るし、で S も2段階上がってるから、ブーエナポケモンが来ても大丈夫だし、いいんじゃない？なんだったらフリードラ耐えるぞ。鉄の包みか、これ。ムーマか。羽ばたくかも。いや、偉すぎる。S が上がったけど、こっちの方が早いわけで、まあ、アクアブレイク打つか。OK！ ナイスすぎんか？で、B ダウン。めちゃくちゃ仕事してるわ、これは。偉いぞ。やっぱこのアクアステップって技がやっぱチートだよな。100%S が上がるっていう。しかも殴りながら。威力80で。まあこれはもうフンドで、甘えるされても今回負けん気だから大丈夫だし、減らす気ってフンド打っとったら勝ちかな。しっかりね、死に際にウェーニバルが削ってくれたしな。ってことはこれ、水テラス切ってたら、相手のハバカミ倒せとったんか。さすがにリスキーよな。痛み分け。うわ、めんどくさい技持ってんな。めんどくさい技持ってんな。あ、でも次の痛み分けも大丈夫か、これで。大丈夫よな。これ以上回復しないわけだから。うん、大丈夫よな。危な、え、ちょっと怖い。え、いけるよな、さすがに。あ、テラスギって痛み分けするってこと？え、ちょっと待ってくれ。え、ワンチャンやばいか、これ。フェアリーテラス。いや、挑発から入るべきだったか、これ。やばいかも。いやでももうここまで来たら挑発を押すことはできないから、もうフンド打つしかないよな。いや、さすがに耐えるべな。あぶねえ。いや、ちょっと怖かったな。いや、これマジで挑発から入るべきだったわ。これは僕が悪かったっすね。マジでさ、ウェイニバルの削りがなかったらこれワンチャンっていうか全然負けとったな。危な。危ねえ。ナイス、ウェイニバル。はい、そんな感じでウェイニバル使って潜ってったんですけど、やっぱね、こいつポテンシャルがやばいね、高いね。うん。専用技で、威力80でね、タイプ1で打てて、確定で素早さ上げてね、倒したら地震過剰で映画上がって、ほんとね、今までね、自分ね、使ってこなかったんですけど、相手で使われてて、いや、こいつ分かってても強えなって思いながらも、ずっと使ってこなかったんですけど、今回こうやってね、なんか直帰着せて使ってみたんですけどね、すごい使い心地良かったっすね。いや、ほんとなんかトレンドで何を持ってる方が多いのかはちょっとわかんないですけど、いや結構ね、直帰マジでおすすめなんで、よかったらね、皆さんも直帰着せて使ってみてください。はい、そんな感じで今回の動画は終わるんですけど、よかったらね、チャンネル登録、高評価、コメントいただけると僕の今後のモチベーションにつながるんで、よかったらよろしくお願いします。それじゃあまたどこかでお会いしましょう。さよなら。バイバイ。